僕はこの業界で一番になろうとか、なんか賞を取ってやろうとかっていうことは一切考えてないです。僕は僕で、継承者としてこの家業っていうのを守っていきたいので、極力父や祖父と同じようなスタンスでやるようにしています。メロンが来ましたよ。メロンちゃんが来ましたよと。では日本のもう代表的な果物ですね、メロンです。正式にアメリカ合衆国に許可を取って68ドルから75ドルぐらいの間ですね、6000円ぐらいなのかな、高いですよね、6000円の果物をさあ買ってあげて食べようとは思いませんよね。僕は食べますけど。さあタコよタコ、江戸前、神奈川佐治間のタコです。3キロあります。まずはタコは池場といってライブオークションで、買います。その時に、口、それから目、口です。こういう感じですかね。タコは、まあ、日本を代表する食材なんですけど、東では江戸前、東京湾、西の方では明石、日本では2大有名タコ市場ですね。それぞれ好みがありますけど、まあやっぱり江戸前寿司職人という意味では東京湾江戸前にこだわっていきたいと思ってます。初めてマッサージしたのは5歳6歳ですね。やっぱりこう長い時間やってるとそれは疲れますよ ね、年齢とともに足が縮れ返ってくるんだよね。これわかるかな、さっきのデレーンとした状態に比べると。で、揉み終わってこうなるのがやっぱりここまでどうやったらいい状態のまま届くかっていう、それの答え。茹でる作業の前に満遍なく表面に火が入るように少し関節の間を切れ目を入れていきます。江戸前のタコなので、まあ、酢と醤油で、煮ていく部分と小豆を使った桜煮と、まあ、いろいろあるんですけど、今日は父の教え通りほうじ茶を使って、さっと半生で食べるタコを仕上げるために、やりました。このほうじ茶の香りがまたタコの香りと相重なってね、独特な風味を呼ぶんですよ。飲むほうじ茶よりも、まあ、5倍ぐらい、濃く出すんですけど、そのほうじ茶の色がタコの色にやっぱりつきますよね。で、このタコはだいたい1分半ぐらい、しかやりません。江戸前タコ、タコは熱いうちに切り分けます。まあ、お刺身でもない、もちろんお寿司でもない、もうとにかくタコが好きですね。タコがまっすぐの状態になるので、お刺身や寿司にするときに切りやすいと。このね、番外編だけど、このここがさ、これがまたね、なんとも言えないんだよね。普通のお客さんが食べない、食べれない、よく板前さんが一番いいとこ食っちゃうんだよねっていうだけど、これも柚子パンパンに効いたポン酢で食べちゃったりなんかしたらもう癖になるよ。北海道産のつぶ貝、小粒貝です。まだ生きてます。今日は130個頼みました。苦いと言って煮る貝っていうんですけど、煮貝は置けば置くほど美味しくなって柔らかくなるので、ある程度の個数を取って作り置きします。砂場に住んでる貝っていうのは磯臭さがない、岩場に住んでる貝っていうのは磯が臭い。大きく言えば和食の世界に強火という言葉はないと僕は思ってます。煮物に関しては弱火で仕立てることによって煮崩れを防ぐ、
そして火が強く出汁が沸きすぎてしまうと味が詰まっていきますので、そういうことを踏まえながら弱火で調理をします。この小粒に関しては5段階だったら柔らかだ、柔らか度4ですかね。こう自然とこの巻き貝ってこう剥いた時に全部出てきたものは全部食べていいですよっていうサイン。北海道産の小粒貝、はい、アナゴです。まあ僕が再三言っている品物がより良い状態で届くための工夫の一つに、あらかじめアナゴも、豊洲の仲買さんで開いてもらえます。でアナゴっていうのはやっぱり難しくて、骨が残ったり血が残ったりするんですけど、僕が最も信頼する仲買さんは、もう見事な咲き具合で、何一つ残ってるものがありません。もう20何年ニューヨークにいますけど、研究に研究を重ねた結果今の姿になってます。もう仲買さんがもう何百というアナゴを下ろす中で、まあ、これなら中島は文句言わないだろうっていうレベルを厳選していただいてます。アナゴ、今回のはプサン、韓国ですね。長崎からだいたい韓国のあの海域っていうのが比較的1年を通していいアナゴが取れるとされていて、はい、ではアナゴ煮ていきます。アナゴを煮るにあたっては、水ですね、それからお酒です。砂糖が何杯、お酒がどれぐらい、醤油がどれぐらいっていうのが一切レシピはありません。で、まあ晩年父に親父に聞いたんですけどね、まあしょっぱからず甘からずという答えが返ってきまして、まさにレシピがないあの商売というか世界ですから、もう見て覚えるしかないんですよね。それをまあ見て覚えたんでしょうかね。不思議と同じ味ができるんです。お金をお客様からいただくプロの料理の一つなんじゃないかと思っております。水、お酒、砂糖、醤油で、たまり醤油を少し使います。たまり醤油っていうのは基本的には煮物にしか使わないです。味わいを深くするために使いますね。煮汁が煮立ったら鍋の中でアナゴがしっかり泳げるように、煮汁は余裕を持って、アナゴとアナゴがくっつきすぎちゃうと逃げなくなりますので、まあ、アナゴはというか煮物は煮て火を止めて冷ましてる間に味が入ってくるので、煮物を煮込む時間というのは偶数が多いですね。まあ言ってしまえば20分か40分かってことなんですけど、60分煮るものはないですし、80分もないです。だいたい料理の世界では2か4です。いいアナゴだな。素晴らしい。慎重に身崩れしないように手で一個一個揚げていきます。皮目を下にしてある程度水気切って広げていきます。まあこのアナゴを見てこれぐらい煮ればこうなるだろうっていうのはもう見ればすぐ分かっちゃうんで、親父のこだわりってやつですね。煮上がり、小肌です。今日の小肌は江戸前です。東京湾ですね。だいたい船橋から富津あたりのところで取れます。うちで使っているお魚は、ほとんどが下処理をされて届きます。僕はそうやってお願いしてます。この小肌はお魚が小さいだけあって、もともと傷みやすが早く傷みやすくて、で品物もある程度脂があって皮が薄いっていうのがいい小肌の条件なんですけど、それも信頼がある、豊洲市場の仲買さんにお願いをして、より良い状態で持ってきてもらうために小肌はもう開いてもらっています。まあある人が見たら手を抜いてるんじゃないかとかいう人もいるかもしれませんけど、とにかく品物がより良い状態でニューヨークまで来るためにはっていう一つの工夫です。まあ2と言われるですね、寿司屋の常連さんたちが最もそのお店を評価して、なんかこう
いい悪いを言うネタの一つがやっぱり小肌だと思うんですね。もう我が子のようにと言ったらあれですけど、それまで愛情を仲買も僕も入れながら大事に運んでもらってます。酢はあらかじめ冷やしておかなきゃいけないので常温っていうかある程度温度が高い酢だと皮が剥がれたり、僕たちの世界では傷って言いますね。要するに酢だけだよっていう木。親父は前に聞いた時はまあ大した返事もせずに、そっけなかったんですけど、何年か前に、倒れましてね、その時に自分は死ぬと思ったのか病院を抜け出して教えに来ましたね。まあ父の教えでは極端に水分を拭き取るなと。やっぱりこう水分がなさすぎて少しパサッとするような小肌は寿司にしても美味しくないので、ちょっと大事なポイントかもしれませんね。それぐらいですよ教えてくれたの。まあ自分は死ぬと思ったんでしょうね。そうでもしないと親父は教えなかったのかなって今思いますね。それまでは何を聞いてもバカしか返ってきませんから。江戸っ子な親父が来たんで江戸っ子魂は僕もついげますけど、はい、江戸前小肌。親父が使ってた仕込み用の出刃でございます。だからお客さんの前に出てですね、まあうちの息子を見てやってくださいぐらい言ってんじゃないですか。それぐらい僕が納得するものが来ない限りはお客さんに出したくないので、一つの妥協もしたくないですね。小肌、まあ親父を知るお客さんが来るとうわってこう、うわ似てるねって最近よくすごくシルエットも含めて言われるんですけど、やろうとしてることはこう心の中でやろうとしてることはやっぱり一緒ですね。うまいものを食わして、アナゴです。親父が言ったのは2018年10月ですかね。よく会えますよではないでしょうけど、常に僕の後ろにいるとは思ってるので。タコ、まあこういう映像として今回私を撮っていただくっていうことが一つの中島ファミリーのですね、なんか生きた証と言いますか、それが残るっていうことなので。トロテッカ手巻きです。